一戸病院で医療社会事業士をしております樋口と申します。よろしくお願いします。出身は二戸市で、福岡高等学校卒業後、岩手県立大学社会福祉学部に進学し、卒業後より現在の医療社会事業士として働いています。医療社会事業士についてご紹介させていただくのですが、まずはじめに医療社会事業士という職名を聞いたことがないという方も多いと思いますので、そちらから説明します。医療社会事業士というのは県立病院で使われている職名であり、一般的には MSW、メディカルソーシャルワーカーと言われる方と同じような仕事です。病院の相談員ですとお伝えすることも多いです。どのような仕事をしているのかというと、こちらには難しく書いていますが、皆さんが病院に来る際、病気や怪我の治療をするというのはもちろんだと思いますが、その際、病気や怪我などによって様々な問題が生じるということがあります。例えば、治療にかかる医療費の心配であったり、治療や症状によって生活そのものに困りごとが出てくる、介護が必要になったり、働けなくなったりなど、いろいろな不安や悩みなどを抱える方がいらっしゃいます。そのような問題に関してお話を伺いながら、社会福祉の知識を生かし、解決に向けて必要な調整援助を行い、患者さんやご家族が安心して療養や生活を行えるように支援する仕事です。医療社会事業士のやりがい、魅力について、私が考えるものとしては、一番は人の役に立っていることを実感できるということです。私たちの仕事は入院から外来まで長く寄り添えることも多く、また問題を抱え困っている方に対応することから、関わる過程で笑顔が見られたり、生活が良い方向に向かったりする様子を見ると、私自身も、ああ、良かったなと感じますし、直接感謝の言葉をいただく機会もあり、嬉しさも感じます。また、医療社会事業士は病院という医療の専門職が揃う場で、社会福祉という立場から専門性を生かした関わりで、医療チームの一員として活躍することができる点も魅力だと思います。高校生のうちにやっておいた方がいいと思うこととしては、医療社会事業士の仕事は生活の様々な問題に対応することから、自分の持っている情報や引き出しが多いと役立つことが多いと思います。そのためにも成功も失敗もいろいろなことを経験できているということは強みになりますし、何事にも興味を持って関心を広げておくということも自分自身の糧になり生かされてくるのではないかと思います。医療社会事業士になるために他の職種のように必須となる資格というものはありません。しかし、社会福祉の基本となる社会福祉士、精神保健福祉士などの国家資格を取得して働いている人がほとんどです。仕事をしていく上でも資格は取得できていた方が良いと感じることが多いです。ちなみに、医療社会事業士の採用試験については、医療局の試験ではなく、岩手県職員採用試験において、大卒制度と言われる一種試験、また社会福祉の職種区分を受験いただくことになります。社会福祉士の受験資格取得についてですが、高校卒業後の進路は様々選択肢はありますが、勉強できる科目や学校の種別によってその後執務経験が必要になったり、養成施設に行くことが必要になったりします。大学卒業後すぐに国家試験を受けられるのは4年生の福祉系の大学のみで、それ以外は実務経験や養成施設での勉強が必要になります。福祉系の大学以外を卒業後、医療社会事業士になったという方もおりますので、後から関心が出たという場合でも可能とも言えます。詳細は公益社団法人社会福祉振興試験センターのホームページを参照してみてください。精神保健福祉士についても同様です。社会福祉士の資格が取れる学校において学べることが多く、社会福祉士だけでなく、精神保健福祉士と2つの資格を取得する方もおります。進学先の一例です。探す際には社会福祉学部であったり、資格取得のカリキュラムを謳っている学校を探せるといいと思います。岩手県には公立の岩手県立大学があります。現在、医療社会事業士で働いている人も、岩手県立大学の卒業生が多い印象です。少しでも医療社会事業士、
また社会福祉の分野に興味関心を持っていただければ嬉しいです。以上です。ありがとうございました。